皆さんこんにちは、薬学生トレーニーのさくらですと。あ、もう始まっていいですか。はい、寒っ。今日はですね、こちらの見てください、アーバーフィット24。ここのジムでは、私ストーリーでよく載せてたと思うんですけど。確かにそのイメージありますね。あります、うん、YouTube ではまだ撮ったことないんですけども、ストーリーで載せてて、なんかお家はあんまり近くはないんですけど、すごい施設がいいんですよ。まあ良かったですね、すごい。これ2階建てですもんね、しかも。そうなんです。でね、全部テクノジムなんですよ、あ、マシンが。とにかく映えてる。まあ確かに、なんかあの間接照明とかね。そうそうそう、青とオレンジで。青とオレンジって言ったらね、なんだろうね。そのことやめて。うるさい。で、今日はこのジムをね、紹介しつつ、今日のお題はですね、もうすぐ新生活が始まると。あー、そうですね。で、そのタイミングでジムに行きたいなとか思ってる方もいるかなと、まあその新生活じゃなくても、新しくジムに入会したいなとか、ジムに入ってみたいなって思ってる方が、とりあえずジムに来た時何したらいいかわからんっていう声が多いんですよ。確かに確かに、僕も分かんなかったです。で、そう、私も分かんなくて、まあ結局なんかストレッチエリアちょっとおるみたいな感じだったので、ではなく、ストレッチエリアから一歩踏み出せ、出したマシンとかでなんか使えたら嬉しいじゃないですか。確かに。まあやっぱ有酸素とかやりがちですからね。そう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 、やっぱマシン使ってほしいですもんね。だから私のこの部位やったらこれは使おうみたいな種目、種目につき1個。あー、部位につき1個。あ、そう、部位に間違った。1部位につき1種目っていうのを書く、肩、胸、背中、お尻みたいな感じで1個ずつ言っていくっていう。でも面白いですね、肩ならこれみたいな。そう、肩ならこれ絶対するみたいな。とりあえずこれやっときゃ、まあまあまあ間違いないよねみたいな。そう、背中やったらこれやっとこうみたいなのがあると思うんですよ。ナスケさん流はそれで、私のもあれ、で、もう一人ここの社員さん、あ、マッチョな社員さんいましたね。マッチョな社員さんがおるんですよ、はいはい、だオールジャパンとか出てるんですよね。あ、そうです、日本大会。だからナスケさんと同じ大会にも出てるんですけど、三宅さんです。わ、すごい。実はですね、三宅さんはですね、いや、アピールしてますね。実は同級生なんですよ、中学校が。まあ、それ関係ないんですけど、とりあえずこの3人でこれだけやっとけみたいなのを紹介していきたいと思います。じゃあ一つ目は背中いきますね、はい、背中で私だったらこれは絶対するっていうのはこちらのラットプルになります。で、じゃあナースケさんは。はい、僕は、さくらさんこれですか。はい、これです。僕ちょっとこっち側にあるんですけど、もうラットプルです。でもね、ラットプルじゃない、でもやっぱり。そうですね。じゃあ、ちなみに三宅君。確かに確かに。三宅君は僕やと、こっち側なら、こっち側なら、そうか。ふざけてるわけではなく、でもマジでラットプルですね。背中といえばラットプル、やるかなって、確かに思います。全部鍛えれますよね。そうですね、基本大きい筋肉鍛えれるんで。ラットプルで多いのが、結構股関節の奥まで入れ込んでしまう人が多いんですけど。そうですね。そうですね。これだと、結構動きが制限されてしまうっていうのがあるんで、膝と股関節の真ん中ぐらいで、足が浮かないように椅子をセットしていただきます。持つところは肩幅の 1.5倍ぐらい、 1.5 倍ですけど、結構、ね、あの皆さん外に持たれる方が多いんですけど、 1.5 倍結構内側に。ラットプルは広背筋を効かせたいので、手をちょっと巻きます。奥側にこういうふうに、そうですね、巻いてもらって、それでグリップセット完了なので、そのまま椅子の方に座っていただいて、で目線斜めにします。で、最初の姿勢としては、今肩が上がってしまっているので、肩をちょっと下に、ちょっと押し込みます。これがスタート姿勢。まあまあ、鎖骨もちょっと下に入れていきます。上げていきます。3秒かけていきます。3秒かけていきます。いやー、すごいですね。これはでも、ほんまに効く。しかもやっぱ、ジムで特殊なマシンじゃないやつもんね。絶対あります、ね、絶対ありますもん、ね、多分基本絶対あるマシンかなと思います、私はいつも気になるのはこの左右差がめっちゃ出ちゃう、パッて持った時に。で、多分女の子って背が低いから、こう背伸びして、こうやって、ね、やって下がったのに、あー、バランス悪いわって。では多分ここに台を置いてやるのがいいと思います。へ、はい、じゃあ次次じゃあ絶妙な空気感、やば。次はで、次は肩にします。肩で、肩のおすすめ。じゃあまず三宅。
の方のおすすめはショルダープレスのマシン。まず椅子の位置なんですけど、椅子の下にメモリが書いてあって、でそちらに身長の見合わせてどこにするかって。あ、これめっちゃ分かりやすいですね、はい、アーバンフィットのマシンはテクノジムというマシンがあって、テクノジムのマシンは全てこれが記載されてるので、セットはしやすい。この状態でグリップの持つ位置なんですけども、外側を握りすぎると肩の怪我のリスクっていうのが少し高くなってしまうのと、内側を握りすぎると一緒に肩を鍛えるときに働く上腕三頭筋という筋肉が働きやすくなるので、うん、やったときに今度肘の角度が90度ぐらいになる角度で持っていただきます。でこのまま先ほどのラットプルと一緒で3秒かけてあげます。この時に肘が伸びきると負荷が抜けてしまうので、伸びきる少し手前まで。こうするときは顎のラインですね、手が顎のラインに行くと繰り返します。これで僕は肩を作りました。これ使ったことなかったです。これめっちゃいい。なんか軌道がいいですよ、ね、うんうんうん、ウィーンってなって、ダンベルより簡単ですよ、ね、あ、確かに軌道は決まってますもんね、間違いない。なるほど。じゃあ僕ですね、はい、はい、僕はサイドレイズということで、これなんでいいかというと、ちょっとかっこいい大事ですよね、はい、ちょっとかっこいいんで、なんかまあジムにいる気分にもなるし、うん、まあやっぱりフリーウェイトの意外と簡単な種目かなって僕思うんですよ。なるほど。フリーウェイトの中ではやっぱ重さも扱えて、やっぱ14キロだからね、みんな重い人は。だから僕が5キロ扱っててもちょっと恥ずかしくないまず大事ですねそうだからこの恥ずかしさを打ち壊す種目、お、素敵ですね、はい、やっぱりそのよくあるあるなのは、まあその僧帽筋がこうやって、僕もやっちゃってたんで、こうやってなっちゃうことだと思うんで、僧帽筋こうやって落として、でしっかりとこの肩だけ使うみたいな、でもう横にぶん投げるようなイメージをこうやって上げて、これが僕のサイドレイズです。私バージョンはスミスでショルダープレスですね。どこのジムでもまたあるやつかなと思いますね。でこれを立てて鼻が当たりそうなぐらいで、顎ずっと引くまんまのやつで、背中広げたまんまこんくらいで、で肘真下ですね、真下、こうとかじゃなくて、あ、ここでもう肘の上にバーが来るみたいな。あ、そう、それを言いたかったです。へー、これスミスだから安全ですよね、やっぱり初心者にとって。そうですね、うん、なんか左右差もない。うん、確かに確認なくなるしっていうので、私はこれを最初に教えてもらってすごい嬉しかったじゃない、役に立った三宅さんのショルダープレスも、まあ、このスミスもやっぱり怪我しづらいですね。それは確かに、うん、初めて使って軌道が決まってるというですか、うん、のはすごい初心者の方にはいいかな、はい、って感じで方のおすすめでした。じゃあ次は胸で、私は胸をあまりしないので、今回はお二人のおすすめを聞きたいと思います。じゃあ胸のおすすめはありますか。僕の胸のおすすめはチェストプレスです。チェストプレス。チェストプレスも同じようにテクノジムのマシンは数字が書いてあるんで、うん、僕で言えば3番。で調節するところがもう1箇所ありまして、スタート位置を前後に調節できるようになってます。初心者の方は怪我のリスクがあるので前にしてもらえれば、グリップの位置はショルダープレスと同じように肘を曲げた時に90度より内にも外にも行かないところを握ってもらいます。でこの時スタートポジションなんですけども、軽く胸を張ってもらって肩を下げます。肩にある程度刺激が分散しないように胸だけ効くようにこのように持っております。でそのまま3秒かけて落としていきます。1で3秒戻します。1。最後は僕ですね、はい、僕あのね、胸ペックがすごい好きなんですよ。これね、ペックフライって言ってこういうマシンね、よくやっぱジムにあると思うんですけど、これ何がね、やっぱりいいかっていうと、僕は一回ね、こうやってキューって絞って胸のね、この絞りをね、一回確認するんですよ。あー、ここが一番収縮してるんだなって。で、まあ、ゆっくり戻してって、あ、すごい伸びてるなって。このね、伸び縮みがね、一番僕はやっぱ感じやすいマシンがペックフライでしたね。で、なんかまあこうやって背中をつけてやる人とか、まあ、背中をこう立ててやる人とか結構いると思うんですけど、僕はなんかずっと本当ジムに通い始めた時は一番なんかね、縮んでるところ伸びてるところっていうのをもうひたすら探しながら、この角度を探しながらやってました。で、こうやってやって
傾けると結局この角度だと、まあ、下にね僕は入っちゃうんですよ、胸の下側に。僕は立てると、まあ、上にちょっと入るんで、僕はちょっとね上が弱いから。なるほど。そう、今は立ててやってます。なるほど。ということで、ナスケさんのおすすめはこれです。で、最後は足お尻バージョンいきたいと思います。で、私はこちらヒップアブラクションですね。これは絶対にする。これは足というよりはお尻ですよね。これも結構多分どこにでもあるっていうイメージなんですけど。どこにでもありますね。ありますよね。例えば後ろに座ったり前に座ったりで、お尻の刺激入るところ全部違うと思うんですけど、私は前に座ってやるのが好きです。で、これのいいところは、初心者の方でもいいところは、触りながらできる。スクワットとかもこうやってこうできひんから、最初の頃は難しかったりするかもしれないけど、これ腰痛めることも特になく、お尻が鍛えれるということで、私はこれで触りながらやりますね。私はこれでモチベとお尻を上げています。あ、僕はね、レッグエクステンションが個人的にすごい好き。なるほど。はい、他は嫌いっていう消去レッグエクステンションということでですね、女性あんまりやんないんじゃないですか。ね、つきたくないっていう人。そうですよね。やっぱ男性はなんかこの四頭筋っていうんですか、まあ、前から見た時のこの足とか、最近バキバキっていう人多いじゃないですか。多いです。シャーシャーって。そう、まあ、それで多分作ってるんだろうなっていう、でもこれは本当にもうめちゃくちゃ簡単。こうセットしたらこれ足上げるだけなんで、多分ね、僕はもうさやさんのスカート、まあ、残ってるんで行って。なるほど。よいしょ。これはね、すごいとっつきやすいマシンかなと思います。なるほど、確かに、はい、これでよくなんか見る光景としては、ここで追い込みすぎて、足がセットされたまま落ち込んでる人、よく、なんかこうやっていってね。あ、そうです、そうです。あーっていって、あーってやって。じゃあ最後は、三宅くんのフリースクワットです。初心者の人できますか。初心者の人にこそやってほしいですね。そうなんです。足って筋肉いっぱいあるんで、はい、マシンでしようと思うと結構いろんなマシン使わないといけないんですけど、スクワットを最初にマスターしてもらえれば、もう前ももう後ろもお尻も全部効くと、大きい筋肉鍛えれるんで、理にかなってる。そうですね。最初スクワットなんですけども、バーの真下に入ってもらって、首の筋肉の上にしっかり乗せます。そのまま下がってもらって、腰幅ぐらいですね、足幅を腰幅ぐらいにして、でつま先が少し外側に開く。そのまま股関節をちょっと上げていきながら、膝も一緒に上げます、で慣れてきたらできるだけ下に深く、ただ腰が少し丸まってしまったり怪我のリスクが高くなるので、最初は腰が丸まらない程度にこの辺りで切り返していただいてもいいと思います。初心者の方は難しいかもしれないけど、何も持たずにやったらいいですか。そうです。このフォームを習得することがやっぱ大切ってことですもんね。そうですね。そうですね。三宅さんは緊張されてますね。ちょっと上がってます。だいぶ上がってますね。絶妙にどっちします。入ります。最後絶妙に半分だけ。はい、ということですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今はですね、各おすすめを言ってみたんですけども、言ってみたね。今日ね、この使わせていただいたジム、アーバンフィット24ですね、はい、関西圏にしか今はなくて。あー、そうなんですね。そうなんですよ。でも関東にも今年出るみたいなんですけど、とりあえず今関西しかなくて、はい、で、この動画を見てですね、はい、今この動画が3月4日に上がってると思うんですけども、その3月4日から3月末までの間にアーバンフィットに行って、ヨーダっていうワードを、ヨーダ、ヨーダ、ビジターリオの時に紙を書くんですけど、はい、その時とかにヨーダって書いてもらったりとか、スタッフさんにヨーダっていう言葉を言っていただくと、ビジター料金が無料になります。で、ビジター料金無料って結構なんか嬉しくないですか。いや、でかいですよね。なんか大体みんなジム行ってたりとかすると思うんですけど、ちょっと違うジム行ってみたいなみたいな時に、ビジター料金が無料っていうのは私は相当嬉しいんですよ。いや、なんか普通他のジム使うってお金かかりますから、ね、そうなんですよ、だから体験みたいな感じですよね。そう、関西に店舗あるとこどこでも大丈夫です、はいはい、で、ヨーダっていうワードを言っていただくと、ビジター料金が無料になります。あとウェアと靴とタオルのレンタルもやってて、それも無料みたいなので、ぜひ、もう手ぶらで行って大丈夫です。あ、
アーバンフィットや、あ、3月以内や、あ、そういうこと、そういう感じでいけるってことね。で、ヨーダさえ覚えていれば、そう、ヨーダさえいればもうどんな格好でも大丈夫、アーバンフィットここなんだよ、そうで、入ってヨーダって書けば使えるっていう、使えるという、そんなことあっていいですか。なので、ぜひ皆さん利用してほしいなと。で、そのままめっちゃいいやんってなって、うん、入会していただくってなった時には、うん、入会手数料が無料になるみたいなので、普通に入会すると5500円のところが、ね、そう、それが無料になるみたいなので、あの、ジムに入ろうかな迷ってるなとか、うん、あ、近くにアーバンあるわみたいな方は、うんうん、マジでおすすめ、まあ、てな感じでね、アーバンすごい素敵なところなので、うん、ぜひ気になる方は見てみてください。